よーブラザー、白瀬ゴールです。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介したいのはキャラクター勝利の調整が入りました、12月19日の現在なんですけども、12月23日に 1.2 バージョンになって新しいガチャが出ますんで、その前日の火曜日、20日の火曜日ぐらいまで引けるのかな。でかあと1日ちょっとですかね、勝利のガチャが引けるのが最後なんで、これで駆け込みで勝利を引こうっていう方がかなり増えるんじゃないかなっていう調整になってます。まあ、これはね 1.3 なので、まあ1ヶ月以上先の話になるんですが、最短で 1.3 のテストサーバーで反映される予定なので、それが終わってからなんで1ヶ月以上先の話になりますね。はい、で内容がまずは固有テンプがあったと思います。これは元素爆発が 33% HP 上限の 33% 分上昇するというもの。これが調整後になると、まあこちらのように通常攻撃と銃撃落下ダメージに加算されるようになります。調整前と調整後、これおそらく同じ攻撃力値で試してるとは思うんですが、 HP の分火力が上がってるので、まあ、ほとんど倍ぐらい の白ダメになってるのかな。これは倍近い白ダメになってるような感じですかね。まあ見た感じだと、まあ、倍にはなってないね。で次は地震元素スキルの、ものになるんですけども、調整前と調整後でこれ威力がだいぶ変わっているように見えます。倍近く変わっていると思うんですが、この内容がまず最初の内容ですね、こちらの調整前の内容は、長押しでこう威力のあるものが与えられるということになるんですが、今だったら長押しを押したらそのままダメージを与えるだけだったんですが、そのダメージに HP の分も乗りますよね。さらに HP で加算されるダメージも乗りつつ、さらに柱がね、1つ上限に達しなければ1つ生成させるっていうような感じになります。なのでシールドを、今までシールド発動するだけのものだったものに対して柱もね発生するっていう形になってます。かなり情報修正、かなりの強化になってます。でこの極小シールド、これのダメージ吸収量は HP の上限によって決まるんだけども、全元素と物理ダメージの 150% 吸収効果が上がるっていう感じになってます。今までは岩元素に対してだけ 250% っていうものなんですが、この極小シールドは、まあ、全元素のに対して優秀なシールドになりますんで、まあ、シールド最強のまあ、キャラクターにはなる予定となってます。はい、おかしい修正だと思うんですけど、はい、でさらには長押しの隙が多かったんですが、中断耐性が大幅にアップしてる、大幅にアップしちゃってますね。キャラクターの中断耐性が大幅にアップしちゃってますね、はい、なのでシールドでシールドバッシュされても吹っ飛ばないでシールドを張ることができるという鬼仕様になってます。で次、岩元素の、不動の岩の調整ですね。現在は、連撃中の中断耐性が上昇して与えるダメージとかが上がるというような内容なんですが、こちらのシールド強化が 15% される。でシールドがある状態のキャラクターに与えるダメージ 15% 与えた時に岩元素耐性が 20% 下がる、継続時間15秒、鬼修正かかってますね。中断耐性は上がらなくなってるんですけども、まあ、勝利の場合中断耐性上がらなくてもよくなっちゃってるんで、やばいですねこれ。岩パーティーがとてつもない内容になってるっていう。マルベド来て岩になって、また岩かってなってるんですけども、岩元素がかなりね優秀になってる感じですかねっていうような感じになってますね。で岩元素シールドのバランス調整、岩元素シールドの岩元素ダメージに対しての吸収、岩元素ダメージで攻撃するやつはあんまりいないってことで、全元素と物理耐性が 150% 吸収上がるっていう形になりますんで、あーこれはもう岩シールドイコールシールドみたいな考え方になってくるのかなと思います。これに当てはまるのが勝利とノエル、あとはベビービシャップ敵ですね。なので、まあ、敵のまあ、岩シールドも硬くなりつつ、
あとは勝利とノエル、ここら辺が大幅に変わるというような、岩元素キャラクターがそもそも強くなるのに対して、岩元素耐性が上がるんで、なんだろうな、うん、キャラクターが敵にダメージを与えた時でしょ、岩元素下がるんでしょ、すごいよね。うん、まあ今回の調整を通して勝利自身の性能じゃなくて勝利と深く関わる岩元素システムとシールドを調節して、まあこちらのシステムの重要性を皆様にお伝えする、うん、まあ勝利に限らずこの先戦略性を高めて旅人さんのプレイ、これだけの大幅修正をされるともう引かざるを得ないアルベダ引こうかな、カウン引こうかなってなって引かざるを得なくなっちゃうような内容ですかね。まあ、ちょっとここら辺考えて、まあ、二突するかどうか、勝利の二突するかどうか、僕なんか前の動画で黙って勝利二突しとけみたいな動画はね、いよいよ現実味を帯びてきてしまったというような内容でちょっと申し訳ないんですけども、なかなかしびれる内容ですね。でちょっと戻りますね、戻るっていうか、ここの通常攻撃が強くなる、ね、HP の上限で HP 上げれば上げるほど威力が上がってくるんですよね。なので、まあ、ぶっちゃけ今から、悠久とか、旧貴族とか、まあ、そうだな、そこら辺、あるいはもう、物理で行くんだったら、まあ、物理 25% アップのとか、うん、そこら辺かな、上げていくのがいいのかな、それで、例えば悠久とか、旧貴族とか、まあ、物理の血染めとか、例えば集めるとして、まあ、旧貴族、血染めでも何でもいいんですけど、集めるとして、振り方は、まあ、会心率、会心ダメージ &HP かな、元素チャージ効率とかね、元素チャージ効率 HP パーセンテージ、まあ、HP、HP パーセンテージ、会心率、会心ダメージ、ここら辺を揃えれればもう爆発的に強くなるキャラクター。この地震のやつがね、とにかくやばい。まずさ、まあ、岩元素耐性が下がるじゃん。下がっちゃうじゃん。これで。敵の岩元素耐性がさ、ダメージ与えた時に下がるから、もうずっと下がりっぱなし。で、与えるダメージ 15% も残ったままシールドでしょ？玉晶シールド持ちっぱなしでしょ？多分。長押しでも入る、元素爆発打っても入る、そんな感じ。ね、え今までさ長押しを押すときに岩の柱出ないから長押しを押しませんよっていうパターンとか結構あったと思うんだけど、まあ一発柱立てて長押しして戦ってとかさ、まあ元素爆発しなくても、うん、だから二突しなくてもまあまあ運用できるようなキャラクターにはなってんのかな。でこれ自体の攻撃力、岩の柱の共鳴も岩ダメージだから、これで 20% 上がってるでしょ。さらに 20% 威力差が上がってるわけよ。ただ調整後にさ、岩ダメージ自体も HP 上限って上がるのね、これ。これやばい。ちょっとやばいしか言えてないんで、申し訳ないです。ちょっと興奮してきてしまう。まあ勝利ね、これ引くしかないかなっていう。1キャラ持っといた方がいいんじゃないかさっていうようなぐらいの修正、まあもちろんこれが、まあ、来週再来週とかに実装されるわけじゃないんですぐには強くはならないんだけど、将来的にこれが本当に現実に実装されるって話になってきてしまった場合、まあ、もはやねもう実装するしかないんですよ。例えばこの情報を見て勝利駆け込みで明日今日引きますっていう風な人が増えるじゃないですか。でこの情報を見たのに引いて実際これ調整されませんでしたってなった時に、これ釣りじゃんみたいな風になるんで、もうこれねこうせざるを得なくなったんで、もう必ず勝利はこれぐらい強くなります、はい、1ヶ月後か1ヶ月半後とかに。まあそんなこんなで勝利がねかなり強くなってしまいましたんで、皆さんよかったら引くか引かないかはあなた次第ってことで、いかがでしたでしょうか。はい、こんな感じで情報を届けていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。ライブ放送します。コメントいっぱいください。ぜひぜひまたお会いしましょう。グッバイブラザー。